果チャンネルの翔です。今回の動画なんですけど、こちらビルドダイバーズリライズアースリーガンダムです。4作目となりますガンプラを使ったアニメですね。前作のビルドダイバーズから2年後という設定で第3話があってましたね。ただ地上波ではやってなくて、 YouTube の方、ガンダムチャンネルかなの方で放送されています。今回の主人公が乗る機体なんですけど、こちらのコアガンダムっていうのに主人公が乗っています。じゃあこっちは何かって言いますと、このコアガンダムの横に戦闘機みたいなのがあるじゃないですか。これがコアガンダムに合体します。そうすると今回のこのアースリーガンダムになります。第3話で出てきたんですけど、新しい支援メカですねが出ました。コアガンダムにいろんな支援機がくっついてガンダムになれるそうです。ここにちょっと載ってるんですけど、まだ次のやつ以降は話にも合ってないし、発売が確か12月だったと思います。さあ中を見てみましょう。はい、色分け済みの部分、ビームサーベルですね。とこれはどっちだろう、支援機の方かな。とこっちもこんな感じになってます。あとは説明書。今回の主人公はこの子ですね。久我大翔です。わかりやすく書いてあるので、そうですね。細かく作り込まなければ2時間ぐらいで出来上がるんじゃないんでしょうか。では作っていきたいと思います。デルカチャンネル。はい、できましたよ。劇中だとこんな感じで登場してましたね。こちらがコアガンダム、こちらはアースアーマー、こういう飛行形態で、あとでコアガンダムと合体してアースリーガンダムになります。小さいよね小さいよね、どう見ても劇中でもですね、チームの仲間がコアガンダムを見て「ちっさ!」って言ってました。ほんとちっさですよね。ガンダムエクシアがあるんですけど、同じ144分の1で比べてみても大きさが全然違いますよね。デルカチャンネル。そしたらですね、アースアーマーと合体してアースリーガンダムになりたいと思います。はい、完成しました。アースリーガンダム、
大きくなりましたね。はい、さっき置いたエクシア、エクシアと比べても大きさは同じになってると思います。パーツがくっついてパワーアップするっていうパターンだと思うんですけど、いいですね。最初にも言ったんですけど、あと何パターンかあるみたいなので随時出るみたいです。いや、楽しみですね。はい、どうだったでしょうか。今回のアースリーガンダムガンプラアニメ、今後が楽しみでしょうがないです。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。